爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。立ち上がり慎重に攻めたいところ。ボールを下げます。合わせた、シュート、コーナーです。ああ、失敗、がっくし。さあ、セットプレー、何をやってくるのか。おっと、旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。ここから打つのか。さあ、ここからどう攻める。これはゴールキック。どうして外せるの。激しい攻防、華麗なドリブル、中へ上げた。決まった、ゴール、エクセレントゴール。スロー VTR でご覧ください。前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ、中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ、後半戦キックオフです。スペースを使う。一進一退。
オフサイドはない。出た。いけいけドリブル。ドリブルで上がる。これはオフサイドでしょう。ん？微妙でしたね今の。後半25分、選手交代が行われるのでしょうか。ここで選手交代です。ドリブルで上がる。ゴール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 。ダイナミックゴール。ここで確実に得点を奪います。さあもう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。ワン・ツー。ファーできた。ヘッドでつなぐ。ディフェンダーも必死です。大きく前方にクリア。ファーサイドに上げた。空中戦。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。